はい、どうもこんにちは。暗くなってきた。今日はですね、もう暗くなってきちゃったんですけど、鍵を探してて遅くなったなんて言えないけど、ここね、ちょっと海岸線沿いというか、はい、海辺で今日は車中泊をしようかなと思います。しかもね、今回この場所ね、宍喰の漁協の方に特別にね、許可もらって、はい、撮影させていただいております。まあこんな感じでちょっと入り江になってて、で反対を向くと、はい、こういう感じでね、島みたいなのがこうポンポンと出てる感じでございます。はい、まあ、この時間に来ちゃうのが良くないんだけど、海もね結構透き通ってて綺麗ですね。はい、そしてもう月も出始めてますね。ここねちょっと名前が特にないんで、どこっていうわけではないんですけど、徳島県のどっかです。はい、こんな感じでね、景色はねものすごくいいです。ただまあ結構来る時の道が入り組んでたりしてね、来ようと思って来れる場所でもないし、道間違えてねうっかり来れるような場所でもなかったですね。知る人ぞ知る場所でした。で今日はねもう暗くもなってくるので、ここからまた車内に戻るんですけど、この辺ねまた明日の朝でも撮影しようかなと思います。ちょっと見せたいやつもあるし、じゃあ、車内に行きましょう。ちょっとしてる間に真っ暗になりましたとりあえずね車中泊の準備整えるんですけど、ちょっと照明焚きながらやってると虫が来ると嫌なので、せーので変えますね。いきます、せーの。はい、ああ本当の真っ暗になったはい、じゃあ行きましょうか。車内やってきました。今日はね、温度計持ってきてないんですけど暑い。はい、そしてね今回はマイルのサーキュレーターみたいなやつ持ってきて、あとポータブルエアコンも持ってこようか迷ったんだけど、長距離の移動だしなんか壊れたら嫌だなと思って、新しいの購入しました。それがね、はい、このクレイモアっていうところの扇風機。クレイモアって照明のやつと一緒かな。こちらね、まあ、サイズ感は、まあ、こんな感じで、そんなに大きくはないですね。で薄さもこんな感じなので、持ち運びにも便利だし、なんか取っ手ついてるし、足はこういう3本ついてるしっていう感じでね、物としてはね、まあそこそこコンパクトだしいいかなって思いました。そんでこれのポイントはね、これ自体にバッテリーが内蔵されているので、刺さなくても使えるってやつですね。で後ろを見ると、はい、こんな感じでマイクロ USB で充電して、とりあえずね出力としても USB の A から、出力ができますね。そんな感じです。はい、で今回ねポイントにしたのがね出力ですね。はい、これでつきましたね。 1,2,3,4 段階あります。そんでこの4段階がね結構強いのよ。この USB でバッテリー内蔵してない方のやつだと、まあ、これもまあまあ強いんですけど、それ以上にこのバッテリー内蔵式のこのクレイマーの扇風機の風が強くて気に入ってます。まあ、これもいいんだけど、ちょっと一緒ぐらいだし、こっちの方がバッテリー内蔵してるんで、まあ何かと便利は便利ですね。まあ今までちょっとバッテリー内蔵式重くなるかなと思って敬遠してたんですけど、これ全然軽くてバッテリー内蔵してるとは思えないぐらい、とにかくその場所もある程度コンパクトだし風も強いので、今年一番のいい扇風機ですこれを最初から買えばよかったね。それでまあちょっとこう充電しながらね、使えばもう気にせずに回し続けられるんで、はい、今日は暑いんでね、ちょっと扇風機回しながらやっていこうかと思います。そして今回はね鍵なくしてた問題もあったんで、いろいろごたついたら道の駅閉まっちゃって、はいコンビニでいろいろ買いました。トントロースモーク、チョリソー、炙り焼きサバ寿司、以上です。はい、そしてこの2つはね温めたら美味しいかなと思うので、持ってきました。レコルテさんね、これね前動画で使ったんですけど、まあちょうどこういう焼いたりするのにいいかなと思って持ってきました。じゃあもう早速やっていきましょうかおいしそうですね。じゃあ電源入れまして、OKOK。 はい、じゃあねトントロで油引く感じでね焼いていきましょう。OKOK。 じゃあもうちょっとこれ温まるまで待ちましょう。はいはい、いい音してきたよ。
あ、いいですね、はい、それじゃあいただきます。うん、うまい、これはうまいぞ。焼きそば、うん、チョリソー、うま辛、うん、トントロスモークが予想以上に美味しい。セブンイレブン優秀。はい、これね、美味しい。とりあえずね、今回道の駅行きそびれちゃったんだけど、ストーリーとか、まあ、何かしらで帰りにでもまた道の駅寄って別でちょっとアップしようと思います。今回はね、あのセブンイレブンセットです。まあちょっと朝起きたらこの辺もね少しだけ紹介したいなと思いますので、まあ、この辺もすごい静かでね、ゆっくりできますわ。じゃあとりあえず食べちゃいます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。じゃあね、あのパパッと片付けて寝る準備ですね。結構ね静かで虫の音がするんですけど、それ以外はね小さく波の音がするというね、いい感じです。ただここ山に囲まれてるんで動物が来ないかちょっと気にはなりますねこんだけ海側なんでそうそう来ないとは思うんですけど、どうなんでしょう。よいしょ、はい、じゃあ寝る準備ですね。しょ、はい、今日はこんな感じですね。まあ、特に車中泊だとこの中がね熱くなりやすいんで、扇風機でこう熱をどう逃がすかっていうのがポイントですね。はい、で今日はねもう何もすることがないので、せっかくなので、はい、こちらですね、これフォトンツリーさんのやつね。前ちょっとだけ紹介したかもしれないんですけど、はい、まだちょっと長期間借りれそうな雰囲気だったんで継続してレンタル中です。もし動画見てない人のためにちょっとだけ言うと、ウェアラブルディスプレイプラスこの Amazon の Fire Stick を、HDMI でこうやって中継機をかませて接続するとちゃんとこれでも見れるんで、そうするとねもう映画とか YouTube とかもう全部これで見れるようになるんで、めっちゃおすすめです。まあ、こういう機種持ってる人いればね、ぜひご検討ください。しかもこれ結構軽いんでね、おすすめです。はい、じゃあね、あとは何か映画を一つ見ながら寝ようと思います。はい、じゃあ今日はね Netflix でマトリックスが見れるみたいなんで、だいぶ久しぶりなんですけどマトリックスを見て寝ようと思います。はい、そんでね、まあ、同じ風にやってる人いるのかな、まあ、ちょっと暑くなりそうだなとか疲れた日とかはね、結構このデコデコクールとか、あと熱さまシートとか、こういうやつねいつもつけてたりします。はい、別に熱があるわけじゃないんですけど、やっぱこういうこれをねこうつけて結構すっきりするんで、結構ね使います。あとまあ仕事でね集中したい時とかもつけたりするんでね、まあ、いいのか悪いのか分かんないんですけど、個人的にはおすすめです。はい、それではおやすみなさいませ。すげえ、起きたらすぐ海。はい、おはようございます。いや、この辺山ってこともあってセミが鳴いて起こしてくれました。ちょっと行ってみましょうか。はい、思いっきり逆光なんですけど、結構いい景色ですね。海が青いあっちがね今朝でちょっとオレンジっぽくなってますね。はい、こんな感じ、結構綺麗ですわ。ここから降りれるんですかね。カニ、せっかくだからマリンシューズ持ってきたし、ちょっと入るか。うい、あー冷たい。はい、お邪魔しますよ。よいしょ。いや、ここ何がいってね、こう波が全然来ないはい、ではですね、せっかくあの GoPro 持ってきたので、一応海の中潜ってみようと思います。 GoPro だけね。では行きましょう。
こんな感じはい、帰りの準備ができました。日差しがすごい。最後ねちょっとお見せしたいものがあるのでそこを 見ましょうはい、行きましょう。あ、こちらですね、こちらちょっと見えてるね。はい、こんな感じですね。どうですかね。なんかね、こう岩がね、えぐれてるんですよね。はい、こっちもこんな感じですね。何をしてこうなったんだろう。波かな。うん、ちょっとね、ここら辺がホラー穴じゃないけどなってますね。はい、そんでね、これをまたぐるっと見るとまた島があって、あの辺太陽はい、明るさ落とすとこんな感じですね。綺麗なんですよね、うん、ただ暑い結構まあ見晴らしがすごい良くてね、まあ知る人ぞ知るみたいな場所で、地元の人もね、知ってる人と知らない人がねいるみたいです。まあこんな感じの絶景スポットでございました。はい、じゃあね、もう結構日も出て暑いし、これから気温もどんどん暑くなってくるんでね、もう帰ろうと思います。はい、っていう感じで いかがだったでしょうか。いやー、徳島でね2泊ぐらいしたんですかね。結構あの自然の中で撮影してたんですけど、まあ福井も結構な田舎ですけど、徳島も徳島でいいですね。まあキャンプ場のね管理人さんとかね、面白い人でした。まあ福井からだったらバリバリ遠いんですけど、まあたまに関西とか、まあ、愛知とか行ったりするんで、そのタイミングに合わせてまた来るのもありかなと思いました。今回他のチャンネルであの登場してたりするんですけど、他のクリエイターさんもちょいちょい出てくるみたいなんで、はい、またそちらもこのタイミングでは公開してないかもしれないんですけど、なんか一人だけねちょっと年齢が上がってるんですけど、はい、私がねいろいろチャンネルでやってるやつもあったりするので、よければ見てください。またね、徳島県来るっていう人はね、他にもアクティビティで、サップとか、まあ、川遊びとかいろいろあったりするんで、まあ、ぜひその辺もね見てみてください。今回車中泊した場所は違うんですけど、今までアイアイランドっていうキャンプ場というか、キャンプ場複合施設みたいな自然いっぱいのところで楽しんでました。そこもね概要欄載せておくので、まあぜひあの徳島県来るよっていう人はね、そういうところで休んでもいいかもしれません。コテージがねあるんで結構快適でした。あ、もちろんキャンプもできます。今後もねまたちょいちょい来るかもしれないので、ちょ今回できなかったやつもあの実はちらほらあって、そういったのもまたしっかり作りたいなと思います。というわけで以上、徳島の秘境の海沿いで車中泊でございました。そんじゃまた。